1918年頃のフランツブライ・フランツブライは、オーストリアの作家、批評家、劇作家。ウィーンの口製造職人の家庭に生まれる。教育熱心な父親の方針によりメルツの修道院付属学校に入り、そこからウィーンに戻り、さらにスイスのジュネーブとチューリッヒで学ぶ。1893年、18世紀の神父、ガィアーニに関する論文を提出し、 チューリッヒ大学を卒業。同じ年に医学生のマリア・レーマンと結婚し、一緒にアメリカに渡り、約2年間ほどペンシルベニア州フィラデルフィアに住む。1900年にヨーロッパに戻り、以後ドイツのミュンヘン、ベルリン、ウィーンに住み、作家として活躍する。1933年、ナチス政権の成立とともに亡命し、 スペインのマヨルカに滞在するが、1936年には、スペイン市民戦争を逃れて、ウィーンに帰る。2年後に、ナチスドイツがオーストリアを併合したためイタリア、フランスを経て、再び、アメリカに亡命し、ニューヨーク近郊の病院で71歳で死去した。ジット、ワイルド、クローデル、チェスタートンやピランデルロ、ウナムーノなどの外国の小説や哲学を、 翻訳紹介し、無名だったカフカやプルースとジョイスやムージルをいち早く評価した功績は大きい。ありがとうございます。